週刊ストーリーランドは、1999年10月14日から2001年9月13日まで、日本テレビ系にて毎週木曜日に放送された、バラエティ番組。長期にわたって放送された、マジカルズのパワー。に代わる、同時間帯としては5年半振りの新番組となった。視聴者から面白い話を募集し、アニメーション化して放送する。 毎週3本の短編アニメを常時日本語字幕付きで放送。ストーリーは昔話や既存のショートショートなどのほか視聴者によるオリジナルストーリーをアニメ化することもあった。作風は世にも奇妙な物語に通ずるホラーオカルトものや探偵、恋愛、感動ものなど多岐にわたった。アニメはすべて一話完結ものだが、 シリーズとして何作も作られたものもあった。アニメの制作人及び声優陣には長年活動してきた人物が多く起用された。作品は基本的に全編を通してアニメだが物語の冒頭などで一部に実写映像が挿入されることがあった。大半の物語はどんでん返しによって締めくくられた。司会は俳優の西村雅彦が起用された。 西村は、これが、初の司会業であり、芝居で見せるユーモラスな面を一切見せず、番組の進行に徹した。各ストーリーの放送の前には、司会者による、あらすじの紹介のほか、事前に作品を見た2.3人のゲストが、感想や見どころを語るパートを設け、またバラエティ番組らしく、CM 前後に、物語の展開がどうなるか、視聴者の関心を引くように煽るテロップも加えられた。 ただし後期からはゲストが出演することはなくなった。番組の最後には、あなたの知っている物語を大募集として視聴者にオーバーを呼びかけ、採用者には最高で賞金50万円を出した。視聴者の創作によるオリジナル作品の採用が多かったが、あくまでもアニメにしてほしい物語を教えてくださいという形で募集しており、すでに世に発表されている漫画や小説などのシナリオを、 紹介する投稿も可能。漫画や小説などを元にした作品については番組の最後に原作の紹介をしていたが目立たない形だったため盗作と誤解されることもあった。放送回数は2年間で56回プラス1回の合計57回にとどまったが、これはプロ野球の開催時期に巨人戦中継のため休止になることが多かったためである。 プロ野球シーズン中は月1回程度の放送がほとんどで2001年4月に至っては一度も放送されなかった。なお、第20回は日曜日の放送でそれ以前に放送された6作品のストーリーを一部変更、追加してタイトルに完結編、最終章などと付けたものとなっている。番外の 増刊として2001年8月16日の16時16時50分にも3作品が放送された。一部作品は文庫化や映像ソフト化もされた。最終回ではこれからはスペシャルで復活しますとコメントし、実際にエンディングで制作途中のアニメも流れたが結局一度もスペシャルとして復活することなく2013年には日本テレビの公式サイトが削除された。 番組が終了してから長い間再放送などは一切行われていなかったが、2019年4月14日より、Hulu と TVer で配信された。2021年現在、DVD 版、ブルーレイ版はリリースされていない。カッコ内は、実質制作した企業ゴミやサノなど、開始当初は前番組、マジカルズ・ノー・パワーから引き続き同じスタッフで作られていた。 VHS 版としてリリースされ、発売元はいずれもバップ。現在は廃盤となっており、入手は困難となっている。ありがとうございます。